素晴らしい音で撮れてましたね。ドラムという楽器はダイナミックレンジが広いので、録音するのが非常に難しいんですけれども、もう Q3 はですね、このワンポイントで撮ったとは思えないような素晴らしい迫力と、シンバルの余韻まで、余すところなく、録音してくれる非常に素晴らしいクオリティを持っているなと実感しました。そして、映像があることでですね、自分のフォームのチェックに非常に役に立ちます。ドラマーにとってはですね、左右のストロークがこう均等であるかとか、あるいは背筋がきちんと伸びているかとか、いろいろなチェックポイントがあります。自分で撮った映像を見ることによって、一目で客観的な判断ができる、楽器の上達にとって非常に力強い味方になる機材だなと思いました。そして、自分の演奏をですね、そのまま YouTube にアップすることで、世界に発信することができる。これが素晴らしいですね。まさにボーダーレスな時代をリードする楽器だなと実感しました。僕もこれから Q3 を持っていろいろなシチュエーションで、活躍させたいと思っております。